はい、本日12月23日の相場解説、朝7時19分になりますね。皆さんもね、FX に取り組んでいて、なかなか勝てないなとか、成績が上がらないなって方いると思うんですけども、たまにやって、たまにやらないっていうことでは、絶対に力はつきませんのでね、やると決めたらもう毎日のようにやっていただきたいと思いますし、私はね、1日にやる時間短くなりましたけども、最初は1日2、3時間は必要だと思いますよ。まずは、基礎用語の暗記とかね、チャートパターンの暗記とか、こういうところから始まって、それからそのパターンがどうだったのかな、合ってるのかなってことを肌で感じるために、こういうふうにね、私がやってるみたいにチャートを実際に開いて、過去の実績を見てみるとか、そして未来の予測をしてみるってことになりますよね。で、第3段階目としては資金投入をしてみるってことです。資金投入までに多分1年ぐらいかかるんではないかなと思うんですよ。だからね、最初から資金を入れる必要ないです。最初は基礎用語の暗記とかチャートパターンの暗記に努めてください。もうノート1冊あればね、パソコンもいらないですし、チャートを実際に見る必要もありません。机上の空論で十分でございます。まずは机上の空論を埋めていきましょう。さあ、それではね、本日も私のね、机上の空論を始めていきますね。まずね、1年を振り返ってみましょう。これが1月3日です。で、こことっていうのが点がありますよね。懐かしいですね、こういう見方するのは。ここに触れたら上に上がるよっていう形でお話をしてましたね。こういうふうに、こういうふうに。で、まんまとそうなってるわけですよ。ここで M 書くようになってるわけですね。で、この線っていうのは、最初にね、年が明けて、そうですね、3月か4月ぐらいに引いたと思うんですけども、それが守られてきたのは、つい最近までです。ここで破られてますからね。で、次の見方をしなければならないなってことが、ここでわかるわけですよね。それではですね、ウィークリーが終わったんで、次はデイリーの方を見てみましょう。これが日足なんですけども、日足もずっと同じパターンを私書きましたよね。こうなって、こういう風になって、こういう風になったと。それでですね、レンジというよりもフラッグのように、うっすらと右肩上がりでフラッグが、ここ入射角があってですね、フラッグができているんではないかなっていう風に考えて、チャートを見ていったら、まあ、そうですね、ここが跳ね返ったところ。フラッグに気づいたのはここですから。で、こういうふうに下がっていって、ここでも跳ね返って下に行くんじゃないかなと思ったら下に行きましたね。まあ、だからね、取れるわけですよ。こういうふうに全体像が見えてきて、私が暗記しているパターンの中でどれが一番適正かなっていうのが分かって、それが合致するから、トレードが勝てるわけですよね。皆さんどうでしょうかね。それは4時間足ですよね。4時間足は大きな三角形と小さな三角形が交互に出ているって話をしました。小さな三角形がここにあって、大きな三角形の一つ目がここにあったんですけども、ちょっと隠れてますよね。で、大きな三角形がここにあって、で、小さな三角形が2つ出て、そこで考えた予測は1つは、収束していってブレイクが始まるんではないかなっていうふうに考えたのが1個だったんですけども、それは外れましたよね。ドーンと大きくなって、次はですね、この大きな三角形と同じような大きさの三角形がここでできるんではないかなと思って見てたんですけども、そうではなかったと。そうではなくって、ここでレンジを形成したのかなと思ってますね、レンジをね。レンジを形成したってことが早めに分かったんで、次の打つ手ができたわけですよ。1時間です。これが1時間なんですけども、レンジを形成したなと思ったから、こういうふうにね、線を引いて、こういうふうに振り返ったわけですよ。ここに当たるたんびに、跳ね返っていくよと。跳ね返っていくよと。じゃあどうでしょうか。こういうふうに動いてきて、まあ、ここはね、ちょっと不規則だったんですけども、こうなってきて、ここですね。ここで取れたかどうかですよ。ここで。これは取れるわけじゃないですか。で、もっともっと上にそのまま行くかなと思ったら行かずに下に下がって、こう来ているということですね。ではですね、ちょっとここで別の見方をしなければならないかなと思うところがあります。それはここですね。こういうふうに、15分をちょっと見てみれば分かると思うんですけども、こういうふうになんか切り上がっていってるんではないかなというふうに考えるわけですよね。ちょっと15分は、あと実際のリアルタイムパターンを見てみましょうか。これですね。今動いてるところです。どんどんね、高値切り上げ、安値切り上げっていうパターンに来てるのかなと思いますんで、この辺でですね、まあ、買いを入れていけばいいんじゃないかなと思いますね。まあでもね、15分の方では私はエントリーしませんので、あくまで1時間を見てみ、いこうかと思います。これが1時間なんですけども、まあ、こういうところ。で、あともう一個ね、さっき引いたこういうところを考えたときに、まあ多少もうちょっと下がるかもしれませんけども、買いの準備をしとけば、この幅が取れるんではないかなと思うんですよ。こういう幅がね。最大でこの幅が取れます。
この幅が、ここからここまでの幅が取れると思います、まあ少なくともね、このぐらい10ピップスぐらいは見えてるなと思いますんで、まあ今日も勝利でいけるんではないかなと思います。懸念点としてはこれがドーンと下がってここも終わってここまで行くことなんですけども、まあそこは考えにくいかなと思います。これが来たらもうしょうがないです。ロスカットです。はい、それでは今日の動画のまとめなんですけども、エントリーとロスカットはワンセットですからね。 FX やってきて、エントリーした直後にロスカットラインも引かない、テイクプロフィットラインも引かないっていうのはこれはもう最低ですからね。こんな素人みたいなことはねもうしないようにしてください。といってもね、別にプロなわけではないですけど私もね、ただもう FX はなんでね私は損失が少なくて利益が大きいのかっていうと、必ずそのロスカットラインを引いてるからなんですよ。でこれはね、FX に限らず全ての投資事とかビジネス事にも言えます。最悪でどんな損害が出るかなってことを自分で最初に決めとくんですよ。そして最高でどのぐらいの利益が出るかなってことを最初から想定しておくわけですよ。これがリスクリワードです。私はリスクリワードが 1.3 にしてるんですよ。1対3ね。最悪の時でも100失うけども、勝てるようだったら300勝つみたいなことをすると、その差額の200がずっと積み重なっていくんですよね。これが私のやり方ですよね。3歩進んで1歩下がるぐらいのペースでいくんで、どんどん資産が増えていくって形でございます。まあ粛々とこのルールを守っていけば、どんな投資事でもどんなビジネス事でもまあ大きく崩れることはないかなということですよね。それでは本日は以上です。